キャピタルシティは、ロシアモスクワ国際ビジネスセンターのプロット9にある超高層ビル。ビルのあるプロット9は、モスクワタワーとサンクトペテルブルクタワーの2棟と18階建てのツインタワーで構成されている。2005年に建設を開始して2009年に完成した。モスクワタワーの完成以降、同じモスクワシティにあるナベレジナヤタワーを抜いて、ヨーロッパ一の高さを誇っていたが、 2012年1月にイギリスロンドンにあるザ・シャードに主位の座を明け渡した。最上階の半分以上はエンターテインメントコンプレックス、オフィス、アパートに割り当てられている。二棟の17階と18階の部分はオフィスとなっている。上層の基本構造はショッピング、フィットネスセンター、プレゼーテーションホール、レストランが含まれている。エンポリススカイスクレーパーアワード2010では モスクワタワーが300以上の建築物の中から第8位に選ばれた。キャピタルシティ、モスクワタワー。クトバスカイスクレーパーセンター。キャピタルシティストリート、ペテルブルクタワー。クトバスカイスクレーパーセンター。キャピタルシティエンポリス。シティオブキャピタルズ、モスクワ。スコヨースクレーパーページ。シティオブキャピタルズ、ストリート、ペテルブルク。スコヨースクレーパーページ。 ab official site h a t c i t y o f c a p i t a l s a t s k i s c r a p e r c i t y c o m h a t エンポーリススカイスクレーパーアワード2010ぜいありがとうございます